この能力を高めて、そして海上自衛隊と連携するんだと、あそこに自衛隊を置くとは言っていないという論を展開されました。石原さんはこの選択の国有化のあり方についてズバリどういうお考え？私はね、はい、知事が言ってたけど、その最後の局面もね、全部立ち会ってんです。途中はそういう誰といつどこで会うなんてことできませんよ。子供として手伝ってた、さんと明子さんと2人で。あ、そうなんですか。去年の9月から。はは、あの地権者と言われる方とも5回以上食事した。ああ、あのお兄さんの方ですね。ご長男ですね、はい、メディアにあまり顔を出さない、はいはい、弟さんとはお話を聞くと、もう40年前に縁を切ってるっておっしゃってました。そうなんですか、はい、その方がともかく三藤さんにまず言ってきたんです、去年の9月に、都知事と会わせてくれ、なあに尖閣列島を売りたいんだ、で三藤さんが私親しいから連絡があった、あ、これはもうライフワークだから会わせましょう、って言って話がトン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 進んで、今年の8月までにはもう契約をしましょう、そういうところまで来てたんです、はい、それが先週の金曜日、私と三藤さんと都知事と出かけてったら、すいません言っちゃいました。それが先ほどの会見でのお父さんの話です。はは、私はね、都知事がそういうこと言ったんだから利用すればいいな、政府は、そうすれば、いやー都知事は言ってるけども、都知事から国が譲り受けたら環境の保全とか、あるいは全ての船が安全な運航ができるような灯台とか平和利用しますと言えばですね、プロセスがあったんだけど、いきなり国有化するって言った、ほら中国としてもなんだ、何のために国有化するって言ってないんですよ、政府は。実はいきなり国有化となったことで中国を刺激するという論は分かるんですね、ただ東京都を間に挟んで、石原都知事を挟むことによってむしろ中国がふっと緩和されるっていうのはまだ分からない。私、いや、緩和するかどうかじゃなくて、政府は人のせいにできるじゃないですか、都知事のせいに。都知事外交ってそんなもんですよ、正面からね、ああでもないこうでもない、だって中国に何も言ってないでしょ、これからこういうプロセスで国有化させていただきますって言ってないよ、これはパイプがないんだから。ただ国有化しましたね、今日しました。何のためにするか分かんない、そこにはいろんなそのプロセスがあってご不満あるでしょうけど、この前提にのっとって今後どうしますか、この尖閣をどういうふうにやっていきますか。これは日本の領土なんだから、はい、国がそこで暮らす漁民のために、あるいは航海を航海する船のために、あの辺島をですよ、国としてしっかり領土を保全して守って平和利用していけばいいじゃないですか。きちっと守って平和利用ってやった時に中国がどういうふうに攻めてくるか、仮に攻めてきた時の対策は。攻めてきませんよ、誰も住んでないんだから。来ないと。それはもちろん周りには来ますよ、はい、あそこはいい漁場ですから、中国や台湾の漁船ってのは大体10トン20トン30トン100トンぐらいの船も来てる。日本の漁民は5トンとか10トンのちっちゃい船で行ってるんです。石垣島から160機もある、そこに行ってるわけですよ。漁をしてるってことは同じだ。もちろん日本の領海なんか入ってきたら困りますよ。はい、そうです。 EZ もあるでしょう。 EZ の外ですか、中間線ってのがあるそうですから、はい、しかし嵐があった時にあそこの灯台なんかちっちゃなもんですよね、島の片面にしかなくて。で専門家が見たら一番東のところに灯台をつければ全ての船の運航の安全が保てられる。そうではならば航海の安全のために灯台作ればいいじゃないですか。わかりました。そういう設備を作っても中国は日本の領海に入ってくるわけではなく、ある程度の公式の漁業をある程度のせめぎ合いの中で日中中間線あたりまでやってくれるんだから、やってやるんだから大丈夫であるという考えですね。できちっとその領土領海としての対策を取るべきだというお考え、ここまで聞いてどうでしょうか。そうですね、私はやっぱり都知事の話が出てそこはちょっと面白かったんですけども、例えば尖閣だけでなくてですね、例えば石原都知事はやっぱり中国や韓国についてたまたまの問題非常に強い姿勢を取っていると、それでも非常にアピールして、まあ、世論で拍手する人もいると。でも実際にそういう立場っていうのは本当に外交の立場で政府としてできるのかという疑問を持っている人も多いと思うんですよ。
先ほど、まあ、都知事と自分とは違うとおっしゃいましたけども、やっぱりあれだけ非常に大きな憤慨ですから、どういう点をむしろ石原さんはお父さんを見習おうと思い、あるいはここは自分は違うというふうに考えてらっしゃるんですか。それは専門スペシャリティが全然違いますよね。私は税と金融をずっとやってきた。最近都知事のが真似して公会計を変えたりしましたけどね。外交については、教育については都知事の方が一つの見識を持ってるのかもしれません。私なりの考え方はある。それは違いますよ。親と子なんだけども、同じとこもあるけども違うとこもある。まあ今日の番組で親とどこが違うかってことを三浦さんと話してもいいんですけども、しましょうか。いや、もう少しモダレートの印象があったんですね、うん、例えばいろんな、この談話と村山談話とはいろんな外交の継続性において、そこはちょっとやっぱり都知事の発言と違うのかなという印象があったんで、今日はあの質問出ましたね、はい、一つあのこの談話についてはね、はい、それと一つだけ言わせていただきたいとするならば、中国好きな人嫌いな人、韓国好きな人嫌いな人、両方いますよ日本の中。でも外交ってのはね、好き嫌いでやっちゃダメだというのが私の一つの考え方です。ですからこの談話で今日の会見で出たことで言えば、それは一応継承するという立場。そうですね、 ただそれを見直す時期が来るかもしれない。それはもちろん政策なんだから、うん、歴史は検証なんだから。近くですか、それとも最近、喫緊で言えばこれは継承して今一つね、検証し直そうという空気が出てきてることも事実だと思いますよ。それを見てか、うん、おいおいと、うんうん、これね、さっきあの税の